こんにちは。ご参加いただきありがとうございます。ハミウリスカッシュのテーマ DX 推進ラボへの期待と決意ということで開催させていただきます。本日は進行役を務めます、ゆま市環境経済部の中村と申します。よろしくお願いします。皆さんご覧の通り、ステージ側にはですね、登壇者としまして、今回3名様に、ご登壇いただいております。まずご紹介しますと、ステージに向かって、私の隣から先ほど素晴らしい紹介をいただいた田中様です。一言お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次に、国に出すレアライブを取り組む役、高橋様。高橋です。よろしくお願いします。そして、入間市工業会会長、寺園様。はい。寺内の寺園と申します。どうぞよろしくお願いします。言い直されてしまいました。皆様ありがとうございました、はい、それではですね、先ほどの冒頭副市長からもありました通り、今回のイルマ DX 推進ラボですね、お手元 の、 資料にもありますが、5つのプロジェクトを柱として掲げております。ポイントは連携でして、市役所だけではなくて市内の関係団体であったりですとか、あるいは、金融機関、協力企業が一体となって市民サービスの向上と市内事業の強化を図るものでございます。よくある補助金を配るような施策ではなくてですね、取り組みを自走できるよう、当初からその官民連携というものを意識して、座組を組んでございます。そういったメンバーで、ラボはございまして、今のところはですね、このゼロカーボンの取り組みですとか、地域通貨といったようなところを、重点的に取り組みながら、一方で農業ですとか防災ですとか、教育といったところで様々な分野で DX は、図れるということで、それを今後随時ですね、追加していくと、そういったような、計画となっております。はい、で本日はですね、DX のイベントということで、今回デジタルツールを活用した参加型イベントとさせていただきます。具体的にはよく IT 系のイベントで活用されるのですが、スライドというですね、ウェブサイトを使用します。皆様はマナーボードの上で携帯電話を非常に出していただけますでしょうか。はい、で皆様そのお手元の小さいパネルディスカッションのこの、小さいチラシのようなもの、こちらにですね、QR コードがございます。でこの QR コードをお手持ちのスマートフォンで読み取ってみましょう。ただこれがですね、双方向でぜひこのイベントを作り上げたいと思ってまして、で、この QR コードを読み取っていただくと、この右側のようなページが出たら成功です。でもう本当に簡単でして、この右側のですね、赤枠で囲ってあるところ、質問を入力というところにタップしていただくと、投稿できる画面が出てきます。で、今日の大テーマは先ほど申し上げた通りですが、主に3つの質問を登壇者の方、ご参加の皆さんに投げかけながら、このイルマ DX 推進ラボへの期待と決意、これを深掘りしていきたいなというふうに考えております。で、まずですね、DX 推進ラボ、DX ラボとちょっとこれから訳させていただきますが、これで何ができるのかですね、先ほどの田中様のご講演の通り、やはりバックキャスティングで、あるべき姿から考えていくというところ、非常に大事だなというふうに思っている中で、市内でですね、DX に先進的にチャレンジしている、地元企業代表は、インダストリア田中様に今日お越しいただいています。まずですね、今、この参加者の皆様から、スライドで随時、コメント質問をいただくんですけれども、高橋さんの方で、私の方からですね、DX ラボの、全体像なんかもお話しさせていただいた中で、DX ラボへの期待、何ができるだろうか、あるいはこういったものがあるといいなというところを教えていただけますでしょうか。非常に私ども業界の業種の競争が激しくなってきていて、とにかく開発とかイノベーションにリソースを注がなきゃいけないという状況があります。でそういったときに、逆にそれは我々がやらなきゃいけない競争領域です。でそれに対して、例えば総務だったりとか、人事、財務だったり、でこういったものは別にその他社と競争する必要ないのかなので、我々としては非競争領域という考え方をしています。でその非
競争領域については、例えば寺園さんのところだったり、あの 市内の企業の皆さんと全てシェアして、あの我々は本業に専念できるような形で作れるんじゃないのかな。そういう時には、さっき言った通り、まあ、それが変革であって、それに対して デジタルを使って、あのそれから我々の有非競争領域をあのシェアできるんじゃないのかなということを考えてますけど。ありがとうございます。寺園さんと田中さんもあのぜひ VTR を突っ込んでいただいて構いませんので。あ、じゃあびっくりしたのが、全く打ち合わせなくて、今その競争領域と非競争領域の話をしようと思ったり、すごいね。通じ合ってますね。やっぱりエアコン乗せるからって話ですよね。田中さんからいかがですか。あの、まあ、三重の本当にあの先ほど素晴らしい事例をあのいただいても、本当にあの目指すべき姿だなというふうに思いつつ、あれもやはり三重の皆さんと対話しながら、カスタマイズしながら、当初思い描いていたものから、ちょっとずつこう、課題で変えながらやっていったのかなというところだと思うんですけれども、まあ、このラボで、ぜひですね、こう、なんていうんでしょう、こう、語っていくべき、著作のところ、ヒントであったりとか、特にあの、基礎自治体の単位ならではの部分であると思ってまして、まあ、三重県だと県庁って全体じゃないですか。で、市町村単位だからこそこうできる部分だとか、なんかそういったもので、なんかこう、ヒントになるようなこととかありますか。やっぱりあの、よりきめ細やかにってことだと思うんですよね。で、あの先ほどこう目線を合わせるみたいなお話しましたけれども、まあ、企業と企業みたいなところもそうですが、まあ、そのそれぞれの企業の中でもですね、その、まあ、DX の担当とか、あるいはこう、まあ、総務の中で変革の担当みたいなのを食べたりすると思うんですけど、それがもう、2人以上になった瞬間に目線っていうのはなんか合わなくて、変しますんで、まずはその半径3メートル、5メートルから目線を合わせていく。で、そういう目線の合わせ方の共有というか、まあ、そういうこう、本当に身近な課題から、こう、みんなでこう共有し合えるような、あの、ところが、こう、変革をこう連鎖していく。実は、あの、第一歩として非常に重要なんじゃないかなと思いますので、せっかくこう、市というレベルでやるんであれば、もういかにこう、きめ細やかに、やっていけるかというところを目指していくことも結構重要なのかなというふうに思いますね。ありがとうございます。よりこう、そうですね、きめ細やかに、まあ、目の前にこう顔を見る関係ができているからこそきめ細やかにやっていくといったところで、今のスライドの方で、ですね、ちょっと一つコメントをいただいています。まあ、これなんか両方なのかなというところで、マッチング会というコメントをいただいていますが、これがですね、あの、まあ、工業会の方で昨年度された DX 体験会、DX 祭り、はい、まあ、そういったものがありまして、市内企業と、まあ、IT ベンダーさんとのこう打ち合わせをする、まあ、簡単に言うとそういうイベントだったと思うんですけれども、それで、寺野さん、昨年度 の、 その、まあまあ、手応えと、今年度をどのようにされたいかなっていうところって伺ってもよろしいですか。ありがとうございます。継続事業で、行く予定です。で、先ほど田中さんがおっしゃっていただいたように、その DX がやるのが目的じゃない。で、いや、何をやるのは、なぜやるのっていうことをしっかり見極めるためのツアーというか体験にしようというのが昨年の取り組みでした。で、もちろんまだまだその Y と What を定めきれないところはそれをもちろん見つけるために、また進んでいるところはさらにこれを先ほどの生産性を高めるとか改善するとか付加価値を高めていくために、このツールとして使い倒してやろうっていうところにつなげていければなっていうのがコンテンツであります。だ、昨年は、まあ、今日もいらっしゃいますけど、立候さんがご協力いただいて、で、このベンダーさんがたくさんあるからどこを選ぶっていうのはこれは企業に違うと思うんです。で、もちろん立候さんのそのいわゆるファミリーの企業の皆さんですよね。で、もちろんその金融機関、今日いらっしゃいますけど、金融機関によってはここが強いタイプ等々あるんですけど、でもそこはその次につながるところで、あのまた例えば今回その一つのモデルケースとして話しちゃいますけど、こう高橋さんと私、そして今ではその経産省、その7社の地域未来研究部があって、で、その7社が一つのモデルケース、先ほど高橋さんも非競争領域、ここの部分は共通の部分、まあ、一つこれも太陽光パネルのツールとして
取り入れて自分たちが足んないものはもらう、または余っちゃったものは渡すっていうところを全社、これ今15万都市で行って、まあ、政府には14万5千ですね、市長ね、14万5千人ですね、はい、でこれをその先ほど田中さんのプレゼンにもありましたけど、12万都市の会津若松も一つのスマートシティのプロジェクトで、行政にも人が運ばない、または運ばない代わりに受け皿として郵便局があるなんていういろんな改善がなされるのをちょっと話広げちゃいましたけれども、広げるために一つまずは YMAT、 そしてモデルケースとしてこの地域未来経営企業をお見せして、あ、そうやっていければ進むんかなっていうのをプラス、また田中さんのことを書くと、その言語化っていうのはすごく大事だと思ってます。で、杉島市長が言うその来てよし、住んでよし、働いてよし、これをツールとして DX を活用すればいいし、で、入間市工業会としても、その未来に選ばれる町、人、企業へっていうところ、こんなことをその繰り返し繰り返し、じゃあそれを どのような形でもっと分かりやすい言葉にするっていうのが今日すごく勉強になりました。長官も含めて長い話で。いつ食べるだろうよ。今、聞き惚れてしまいましたね。失礼しました。はい。それで、今、このお話いただいている間に、スライドの方でいただいているご質問で、非競争領域、どのようなことをやっているのか聞いていきたいですということ。これは多分、高津さんのご質問なのかなと思うんですけど、じゃあ、具体的にどういったところを取り組まれているか、取り組みのご紹介をいただいてもよろしいですか。すみません、取り組んでないです。そうじゃないですか。非競争領域についてはですね。はい、ただその、そういう話で言うと、まあ、僕らその外貨稼がなきゃいけないと思ってまして、で外貨稼ぐのに海外に戻るためには、常にイノベーションしていかなきゃいけないんで、そこに、我々の会社がリソースを突っ込んでいく。で、そうすると売れた分、量産はしていかなきゃいけないわけですよね。で、その量産の部分については、地域の企業の皆さんに助けていただく。で、その助けていただくときに、リアルタイムで瞬間的に海外の受注情報がクラウドに上がって、でそれが瞬間的に連携企業の各 会社に、自動的に発注から生産までが瞬間的に立ち上がるという形の、DX のシステムというのを今構築しているところです。それはあれですかね、例えば経産省のなんか DX の実証事業に採択されている。そうですね、今年採択されて、はい、実証事業をしているところです。はい、なんか市内企業の皆さんが連携する。そうですね、はい、市内の企業と、あと東京と栃木と3つ台でですね、はい、そうですね、はい、はい、先ほどこう目線を合わせていくみたいな話もしましたけれども、一方でその目線を合わせるってことにもつながっていくんですけど、このコミュニティにどんどんいろんな会社の皆さんが入ってきて、どんどん巨大になっていけばいいと思いますけれども、そのみんなで同じこう新しい体験をするっていうのが結構大事ですね。ですから入間の中でのいろいろなこう事例共有っていうのもすごく大事だと思いますけれども、一方ではこうみんなとですね、こう日本の中の先進地もいいかもしれませんが、今このデジタル社会形成は全世界に同時に起きていまして、日本より進んでいるところもすごくたくさんありますから、まあ、そういったところにですね、みんなでこう体験しに行って、かつその現地の人たちに入間に来てもらってですね、でそしてこうどんどん交流していくとかですね、そういう形で新しい情報による新たな目線合わせみたいなことですね、あるいはこう水準、目線をこう変えていくというか、上げていくというか、まあ、そういったことにも取り組めるといいかもしれないですね。乗っかっちゃいますけど、その DX の体験の本来その時っていうのがオープンファクトリーってしずきなんですね。だけどこのコロナによってオンラインによるオープンファクトリー、でイメージつかないかもしれないですけど、てか我が社の場合お金をかけずに Zoom を使って海外拠点全部携帯で移して、そこを解説生配信でも、それは録画で撮れるからいつでも使えるっていう、こんな一つのツールで、同じようなプラットフォームで真似して工場案内する企業も増やしています。これはお金かかりません。もちろん Zoom の契約が必要でしょうけども。で、そのオープンファクトリーも、埼玉って88の工業団体があって、今まあ十数団体が一緒にこのオープンファクトリーの取り組みをしている。または、その燕三条のも、元はスノーピックスさんが中心だったけども、今、
抜きでもう中心に中小企業をやっている。それで大田区墨田区というところの連携、京都だったら京都施策ネット、また熊本のものづくり、だからそれで今中村さんがやったようにその海外 の, そのオープンファクトリーのイタリアとかスウェーデンとかってそんなような形の交流っていうものもしてますんで、さらにだからこう皆さんにこういう目で触れるっていう機会を多く作っていけたらなというふうに思っています。ただですね、ちょっとなんかもうすでに出ている話題なのかもしれないんですけど、次の小テーマとしては変革のためのつながり力ということで、それ今回、連携というところをキーワードにさせていただいていますが、先ほどの寺園会長からいただいたような地域未来研究業を中心とした安定の GX リーダーシップの授業のことだと思いますけれども、そういったものも含めて、こういったその変化の激しい時代ですので、なかなかこう一社のリソースだけではなくて、外部とのこう連携というところが非常に重要なのかなというところで、ではそのブレンダーどういうところと連携していくべきなのかですとか、そのあたりですね、ぜひ高橋さんともう一度お話を伺いたいんですが、今のこの連携プロジェクトって、同業の方なのか、同業じゃないけど、扱っている製品は違うけれども連携されているのかとか、なんかそのあたりのお話とかってもうちょっと踏み込んで教えていただいてもよろしいですか。はい、連携の仲間は全部異業種です。でただその、あるプロセスは同じプロセスがあるので、その異業種のそのプロセスだけを我々は活用させていただくっていう形です。でそれを双方向で DX を使ってやっていくっていう感じ。コンソーシアムの中には IT 企業さんというのはいらっしゃるんでしょうか。 IT 企業も当然入ってます。あ、なるほど。その IT 企業は何でしょう、こう AI なのか、そのデータ の, その活用の部分でこう何か、AI の会社も入ってますし、システムの会社も入ってます。はい、なるほど。そういった方とはどのように出会われるんでしょうか。例えば経産省さんに相談し、関東局さんに相談して紹介していただいたりとか、あとは玉業界っていう業界だったり紹介していただいたりとかですね、そういうネットワークを利用してという形ですね。行政を含めたコーディネーターからの経由ということですね。分かりました、ありがとうございます。やはりそのあたりのこう出会いというのは、そのコーディネーター経由というか、なかなかこうマッチングの場だったりとか、そういったところに行っても出会えるとは思うんですけれども、そういったコーディネーターが介在することで、よりこう何て言うんでしょう、いい出会いがあるというような感じですかね。なんかマッチング会に行くよりもどうなんでしょう、打率が高いのかどうかみたいな、ぶっちゃけたところも、それは間違いコーディネーターをうまく利用するっていうのは絶対条件だと思いますし、こういう行政と一緒にやるとかですね、それから担当局さんと一緒、基本で一緒にやるとかって、そういうのは絶対大事だと思いますよね。はい、ありがとうございます。埼玉県庁さんでも埼玉公社さんがそういったようなその、専門家のアトロフ制度のようなものを確か持たれていて、そういったご相談のアドバイスなどもありますので、そういったところでうまく活用しながら、で他方でこういった、入間 DX ラボならではの取り組みもありますので、活用いただきながら、その機会を増やしていければいいのかなというふうに思います。やはりこう連携していくっていうところでは、田中さんあれですよね、アフリカのことわざであれがありますよね、何でしたっけ、早く行きたければ一人で進め、遠くへ行きたければみんなで進めでしたっけ。アフリカのことなんですか。知らなかったです。アフリカって言っても、ね、いろんな国あります。本当でしょうか。だとからしいですよ。そうです、らしいですよ。DX の領域でもそれはやはり当てはまりますから、みんなでやっていこうかっていうのは、それも間違いなくそうですよね。特に今変化のスピードが非常にこう速いで、また非常にこう角度もですね、ギュッとどんどんこう変革が起きているような時ですので、やっぱりこうどんなにこうネットが広がっていってもですね、みんなでやっていくっていうのはすごく大事なことですね。一人でこう取得できる情報の量っていうのは限られていますの で, で今スライドのところでですね、こう質問があって、私が先ほど海外とのリサーチの話しましたけど、どうやってやるのか、あるいはこう目線の水準を上げるっていうのはどういうことなのかみたいな話ありましたけど、
例えばですね、私今札幌市っていうところで暮らしているんですけど、札幌市は北海道ですね、札幌ですけども、今デンマークとの連携をどんどん進めていてですね、でデンマークはテックバーベキューっていうですねイベントがあるんですね。でこれはいわゆるスタートアップイベントみたいなやつなんですけど、でこの市の職員の人がですね、なんかちょっと変な人ですね、テックバーベキューに勝手にこう参加、勝手にじゃないと思いますけど、まあ、参加してですね、で向こうの人を口説いてきてですね、でそして今年の1月にですね、簡単なプレイベントみたいなのを向こうの社長を呼んでですね、札幌で開催したんですよね。でそして今年のこう9月にはこう札幌市のスタートアップの人たちとかを引き連れてですね、まあ、向こうでプレゼンをするっていうわけですね、まあ、ブースみたいなのを作ってですね、でそれって別にそんなにこうなんかクオリティが担保できるとは到底思えないんですし、非常にこうチャレンジングなことなんだろうなって思うんですけど、でもその人が言っていたのはそうだなって思ったんですけど、まあ、とにかく今の世界を牽引しているその勢いのある人たちと付き合えば必ず化学反応が起きて、でその人たちも変わっていくと。だからまあそのどうやってこう新しい人との付き合いっていうのを創出していくのかっていうのがもう役所の仕事なんじゃないかと思うんですよと言ってたわけです。でそういうことをやった方がいいんじゃないですかっていうのが僕の一応仕事なんですけど、でもそれと僕より先にやってる人がいてですね、札幌市にアドバイスすることは何もなくなっちゃったんですけども、そういう非常にこう動きなんかやってるところもありますんでですね、やっぱりその何て言うかやり方としてはこっちからも行ったりあっちからも来てもらったりみたいなことは少し努力すればですね意外と実現できることなのかなっていうふうに思いますね。スライドでかなりこうです、ね、ご質問とコメントをいただいてまして、ですね、マッチングイベントになりすぎそうは非常に厳しいご意見もなんかもいただきながら、あと行政がバックキャスティング的な手法で人材の活用を行っても町を形成する企業は行政が推進した手法を用いたフォアキャスティング手法になりがちなのではないか。なるほど。どのように解決していくか。このあたりはまたちょっと今のテーマと少し外れてくるので、後ほどちょっと Q&A コーナーになるので答えていきたいと思います。そうですよね。考え方の違うそれぞれの社内企業をどうつなげますか。そうですね、このあたりの、まあ、目線合わせみたいなところも先ほど来出ているキーワードの通りで非常に大事だなと思います。実際にこの、まあ、連携の事業をやられている平野さんと高橋さんのそのあたりの目線合わせというか考え方が違うのにどうやって巻き込んでるんですか。そうそうそう、気になります。飲み会以外でどうやって巻き込んでるんでしょうか。飲み会以外、必ずでも飲みは入りますでも飲みから始まるんじゃなくて、ちゃんとテーマの議論というものをした上で人間関係構築、だから泥臭いです。で結局その中心にこういさせてもらうのはその研修施設を実際持って、で打ち合わせ、研修会、勉強、なおかつそこには、まあ、今日皆さん企業だったりその行政も省庁がお見えになる時もあります、また経産局の方も、でそこの発見の中の横のつながりの中でだから広がってくるそのアメバ連携とも思ってます。だから全部来た人が得するっていうだけじゃなくて、でもそこで一人こう出会っただけでそこでつながっていけば散歩用紙につながると思ってるんですね。だから場の提供、だから場作り、きっかけ作りっていうところです。で先ほど田中さんがおっしゃったようにそのやっぱりやってみないことにはっていうところなんで、だから食わず嫌いでそのいや先ほど質問で厳しいな出す打率低そう、いや食べてみなきゃわからないっていうところです、ね、よく絵に描いた餅でしょって切れ事言って、切れ事言って何が悪いんだってまず描いてみないことにはっていうぐらいで、そこの中で温度感がある中でそういう人たちってそのもう来なくなります。ただしそこで成功する姿を見るとあ面白そう、あちょっと上かなんですよ。その後からでもいいと思ってるんで、最初はベクトルだったりその圧の部分熱の部分が同じ志の人たちが推進していく、さっき2人3人っていうふうになっていくとその輪が広がっていくのが泥臭いから、そしてガンガンこう連鎖していくんだろうと思うんですけど、まあその熱量がだんだん伝播していくみたいな、わーんとだんだん広がっていく感じですよね。
そのこう広げていく連鎖を加速させていくための工夫というのは、どんなことをやっているんですか。工夫なんてそんなかっこいいもんでもないんですよね。なのでもいいですけどね、なんかこういうことあったようなのありますか。言葉で言うなら一石二鳥以上、これなんか聞こえが悪いかもしれないんですけれども、あの一つの目的で集まると皆さん忙しい中だからどうしても、でもそれに一つで移動しっていうところの場をこうどれだけ作れるかっていう、またそれを工夫してます。で、誰かとお会いした、じゃあ高橋さんの共通、今日もだから同級生というか、ね、同窓会みたいな人何かあって、だからそうなってくるとそこからまた広がってくっていうのは、あとはもう掴むか掴まないかと思います。なんか多分今参加してない皆さんが仮にいるんだとすると、そういう方々のこう懸念というのはなんかこう仲良しの会なんじゃないかな、あ、そういうところでこう入りにくいのかもしれないなとか、はい、あるいはなんか自分よりなんかいろいろ知ってそうな人が多いから自分はちょっと会話の外になっちゃうんじゃないかなみたいな、常に思う人もいると思う。どんどん増やしていってます。逆に初めての参加の人は必ずそこにはいるような形で、そういう人たちのなんかこう心理的なハードルを下げるために何かこう情報発信の仕方として工夫していることとか、あるいはこういう取り組みをしているからそういう新しい人が入りやすいんですとかありますか。共通課題としてこの、まあ、例えば画面にさっきありましたけどゼロカーボン協議会、要はその SDGs をやろうというよりも、その地球から取り出したものをこれ以上悪くして返すのをやめよう、減らそう、置き換えようっていうのを、まあ、これも言葉に置き換えてるんですけども、そこは多分共通課題なんです。だから早い遅いあったとしても、どのタイミングでもそこの言語化っていうふうにさっき田中さんおっしゃっていただいたのを置いて、いつでも参加、新しい人が参加できるっていう、だからともすると確かに仲良しクラブじゃないか、いつも同じメンバーじゃないか、そういうふうに思われる方もいるでしょうけど、でも飛び込んでみたらそんなことないんだねっていうふうにおっしゃっていただける方もいます。だからルール法則はないです。泥臭い活動をやってるだけですね。逆にそういうコミュニティにこう入ろうかなっていうふうに思う、こう新しく入ろうかなって思う人たちで、なんかこう工夫するとこうなんかそのコミュニティの中で。よく過ごしやすいよ、そういうことありますか。例えば、ところで言うと、逆、真逆だと思っていて、先ほど日本の順位とか出てたじゃないですか。例えば、労働生産性なんて、日本先進国最下位ですよ。給料も全く上がってないですよね。だから、僕らのスキームの中の標準認識は日本じゃないぞと。で、このまま日本製造業、このままいったらもう、ずっとやばいよと。だから何か今変えないといけないっていう、その悲壮感なんですよね。悲壮感がモチベーションなんです。悲壮感が危機感。危機感ですよね。だからまずその労働生産性がどうなってるのかとかですね、日本の今の世界に対する位置ってどこなんだとかっていう、そこをまずバーンと訴えると、真剣にこうしっかり考えている経営者の方っていうのは、やっぱり、はい、真剣に来てくれるんじゃないかなと思うんですけどね。健全なる正しい危機感っていう言い方をしています。ありがとうございます。そうですね、結構早いものでだんだんお約束の時間が結構迫っているわけなんですが、3つ目のテーマ、ちょっとですねこれ付加価値を高めるものづくり、人づくりで、今スライドの方でも人材に関するご質問なんかもいただいているので、人づくりだけにはちょっと絞って議論をさせていただきたいんですけれども、DX に取り組んでいく、変革をしていくっていう上で、結構人のところに起因する部分ってかなりあるのかなというふうに思っておりますが、人材不足というよりは、そういった、人の、何て言うんでしょう、こう人材育成の方なのかなというところも含めて、特に高橋社長、イナストリアさんに伺うと、社員の皆さん本当に生き生きとクリエイティブに働かれているなというのがすごくよくわかるんですけれども、そのあたりの人材の確保の部分から育成の部分に至るまで何かこう工夫されている部分とかってあるのでしょうか。うちの場合逆にですね、DX を推進するときに一番最初にやったのは棚卸しなんですけど、人間がやらなくていいことを全部ロボットと デジタルに置き換えようということで全部置き換えてたんです。でそれで残ったものが人間がやることだっていうことで、
でそこでその人間がやるべきこと、それからそれを必要なスキルで、そのスキルを身につける教育っていう形で、あの教育システムから一貫したその人材の方向性が出てきたんですよね。ですから逆に言うと DX をすることで本来の人間のインダストリアの社員のあるべき姿っていうのが、あの浮き彫りになってきたっていうことだったんですけど、そんな感じですよね。でそれに必要な人材をあの採用して教育をしているっていう形。楽しいですね。ありがとうございます。平園さんのところはいかがですか。その辺りで、まあ、デジタルに取り組まれている部分、 DX に取り組まれている部分とかあると思うんですけど、この新しい領域ですとか、その新規事業だったりにこう挑戦するとき、やはりこう変化を嫌がる層とか、必ずいらっしゃる、現場とかで必ずいらっしゃると思うんですけど、その辺りどのようにこう克服されるのかとか。先ほど言ったその場のコミュニティと同じように、その得意分野を徹底的にやってもらう場を作りました。例えばその寺台っていう会社は大カストというのをなりわいにしている、まあ中でキャンプ&フィッシング用品を立ち上げた。でも私キャンプ釣りやらないんですよ。でもそこの場を作ったことによって、まあある意味守るというところですけれども、でもそこで成功体験が一つあると、先ほどの反乱分子とか反対分子っていうのが、いや成功すると思ったんだよっていうふうに、まあ、真逆で変わります。だからそこの部分は小さい成功をいかにどう守ってあげられるかっていうところをしてきたわけですね。そう程度です。ありがとうございます。そうですね、ちょっとだいぶ時間をしているというところで、最後、参加者の方から のご質問がかなり今、続々といただいてまして、人気順というか、いいねが多いところ順になるんですけれども、新しい人が参加して、時の心理的安定性、そうですね、このあたり、先ほどの議論にある通りで、このコミュニケーションをどう図っていくか。間に介在する方 その機能というのが非常に大事なのかなというところで、これは今後ラボの活動において非常にこう工夫していかなければいけないのかなというふうに思っております。であとはそうですね、田中さんにご質問 で先ほどのところにちょっとお通するのが、まあ、三重県の事例で将来像の大切さを伺いましたが、その将来像はどこまでの解像度があるといいですかというご質問をいただいているんですが、どこまでっていうのは程度のところって結構難しいような気がするんですが。そうですね、まあそもそもその解像度の基準っていうのが、まあ、ちょっとそのこの質問されている方との間でその共通してないと、ちょっと答えにくいっていうのはあるんですけれども、そのまあそうですね、基本的にその今回のデジタル社会の未来像においては2050年っていうふうにしたんですよね。で2050年にした理由っていうのは、まあその2050年っていうのは大きな変化の予測はある程度つくわけですよね。例えば人口がどうとか気候がどうとかみたいなことは、エネルギーがどうとか、まあ、そういう話はある一定分かるわけです。でただその一方でその直近の未来っていうのはいろんなことにものすごく左右されがちで、まあ、描きにくいっていうことがあるんですよね。ですから、まあ、大きな、まあ、そのファクトはあまり変わらない2050年ぐらいで定めて、で、まあ、その考えていたっていうことですので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、解像度としては結構荒めだとは思うんですよね。それから荒めなんですけれども、こう割とこう普遍的な、まあ、答えでこう当然こうだんだん集約されていくわけなんですけれども、それがその行政からこう勝手にこうなんかこう専門家とか、あるいはこう行政官の人だけでこう作って、なんかこう上から下ろすみたいなやり方ではなくて、その住民の皆さんから出てきた言葉から紡いでった結果であるという、そのプロセスが非常にこう重要なのかなというふうに思ったわけなんですよね。ですので、まあ、その実用社会の未来像そのものっていうのは、まあ、比較的解像度の荒めだとは思っていますけどね。まあ、そんなことで答えになっているのかちょっと分かるんですけど、その荒めっていうのはつまり どのぐらいなのかっていうことなんだと思うんですけど、それはこう解像度というものとこう
区分けの仕方をちょっと定義しないといけないので、ちょっと答えにくいところではあるんですけど、まあ、大まかに言うとそういうことかなというふうに思います。その受け取り手とこう対話しながら作り上げていくというプロセスが非常に大事だというところですね。はい、ありがとうございます。ここでもう時間となってきましたので、すみません、最後にどなたの皆様から一言ずつコメントをいただきたいと思っています。じゃあまず寺本さんからコメントをお願いします。ぜひそもそもこの DX 推進ラボって何っていうところが、質問数が多い、認知度は現在の参加企業数は今お答えにならなくても、やっぱりそこの部分をそもそもの部分を周知できるような形にしていかなきゃいけないと思います。はい、こういった啓発のイベントであったりとか、さまざまな機会を捉えてその活動の周知、IPA さんの方でポータルサイトっていうのがありまして、それに随時こう活動の報告なんかも載せていきながら、PR をしていきたいなというふうに思ってまして、先ほどの田中さん の、ね、ご講演の中でもこう動画を作ってこう発信していく、それ非常にこうヒントになったなとも思いますので、そのあたり方法のなと思いますので、そういったところと連携しながらやっていけたらなというふうに思っております。田中さん、はい、ちょっと全然目線が違う話なんですけど、敵は中国人だったり、敵はドイツだったり、敵はさっきのデンマークなんですよね。ですからこの地域とか入間市内で隠し合ったりとか、こう俺だけ浮かび上がろうなっていうこと自身がナンセンスで、いろいろと敵はそういったグローバルにいっぱい敵がたくさんいるので、市内で例えば入間連合でさらけ出してですね、で僕はじゃあ外貨稼いでいます、でそれ以外のことはぜひテラちゃんお願いしますみたいな、まあ、こういう連合でいけばいいんじゃないかなと思って、それを DX 使っちゃいましょうみたいな感じでいきたいです。こうオープンになっていくといいですよね。それで初めてこう連携が生まれたりとかというところが、はい、大切だと思います。最後に田中さんお願いします。はい、今日はありがとうございました。他の国がですね、敵なのか家族なのか仲間なのかみたいなことはですねちょっと別としてですね、先ほどのご質問にもありましたけれども、こうやってこう行政がなんか新しいことを始めるとですね、それはどういう成果があるんだ、ね、どうやってやってくるんだって、私も県庁職員と結構いろいろ言われたんですけど、みんなで作るんじゃないかと思うんですよね。で別にこう行政のための仕組みでもなければ何でもなくて、皆さんのための仕組みですから、皆さんが一緒になって作ることが大事ですよね。ですから、逆に言うと行政側っていうのはあんまり勝手にこうルールを作っていろいろこうギシギシしないってことが大事なのかと思いますけども、こう寛容なコミュニティであるっていうことをこう作り上げていくし、ファシリテートの役目をしていくっていうことが重要だろうと思いますけれども、行政の DX ラボではですね、皆さんの DX ラボですので、どしどしこのコミュニティにこう参画をいただいてですね、でこう自由にこう新しいことに取り組んでいただくということが大事だと、新たなニーズをどんどん寄せていただいて、こう行政側がこうその対応で困るぐらいになるのがちょうどいいのかなというふうに思いますので、なんかどういう感じでやってるのかとか、なんかこうどのぐらい参画してるのかっていうことよりも、自分がこう10社連れてきたよとか、自分の仲間とこんなことやりたいんだけどどうしたらいいかとか、そういう感じでこう活用いただくのがいいのかなっていうふうには思いますけど、ちょっと行政側に寄りすぎた発言なんですかね。大丈夫ですか。なんかそんなふうには本当に思うんですよね。ぜひそんな気持ちで自分のとっていうとちょっと偉そうかもわかんないですけれども、自分のみんなのこう DX ラボだよっていう感じで思ってもらえるといいのかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやもうこの30分ぐらいの時間でしたけれども、入間 DX 推進ラボへの期待と決意についてもう皆様からさまざまなアイデアご意見をいただきました。ご参加の皆様から DX ラボへの大きな期待もいただいているのかなという感覚ながら思っていますが、他方で背筋の伸びる思いでおります。田中さんも先ほど三重の取り組みで前例も正解もないところというところもおっしゃってましたが、このラボもやはりそうと思ってまして、ぜひラボの参画機関の皆様と、あと経産省 IPA、 そしてサポーターの皆様とですね、ぜひ連携して手を取り合って、このラボのコンセプトは官民競争ですので、共に作ってまいりたいというふうに思っております。というところで